世界のトップミュージシャンによって奏でられる音楽、日本に古くから伝わる伝統芸能、最先端の現代演劇にバラエティに富んだアート作品の数々、こうした優れた芸術に身近な場所で触れてもらう機会をと、武蔵野市ではクラシック音楽やジャズ、オペラのコンサートに邦楽や落語などの伝統芸能、油絵、写真、日本画の展覧会など年間100本以上の自主企画を提供し、多くの人々からの人気を集めています。それではそんな武蔵野市の文化事業への取り組みを、一番新しい文化施設吉祥寺シアターを中心にご紹介していきましょう。まあどうぞ。すいません、お邪魔します。どうぞ。お邪魔です。姉さんありがとうございます。福島に頼んだ。三新百貨店の前に食堂があるでしょ。ああ、ええ。なんて言いましたっけ。いや、名前はよくわからないけど、定食。そうそう、その定食屋にロシア。家庭のリビングのセットで日常生活の一コマを演じる俳優たち、観客を架空の世界へと誘います。これはリアルな描写による独特の世界観で大きな注目を集めている劇作家平田織差が率いる青年団の公演です。この公演の舞台となっているのが、平成17年5月に吉祥寺駅近くに誕生した吉祥寺シアター。総客席数はおよそ200席、主に演劇とダンスの上演を目的とした公共施設としては珍しい小劇場タイプの文化施設となっています。ここでは開館以来、映画血と骨などで知られる劇作家チョン・ユシン氏、小劇場界でも指折りの人気劇団として知られるセッシャ・ムニエルといった数々の著名な演出家や俳優、劇団による演劇公演が上演されています。またコンテンポラリーダンスの公演も多数企画。これまでに人気振付家を集めてのコラボレーション公演や、国内外で活動の場を広げている新進気鋭のダンサーの作品なども上演されました。このように吉祥寺シアターでは、すでに実績のあるアーティストのみならず、これから活躍が期待される若手アーティストも多く発掘し紹介しています。やはり現代演劇とダンスを中心にということなので、吉祥寺という場所、それからキャパシティが最大239、実際に椅子を入れると200前後なんですね。ですからどうしてもその若い劇団、年齢だけではないですけれども、これから世に出ようとするような若い人たちの劇団がとっても多いんです。ただそういった劇団のお芝居っていうのはちょっとこう見慣れないとですね、なかなか分かりづらかったりすることもあると思うんですが、自主事業の公演の中でですね、年2回ぐらい、幅広い世代の方が見ていただいても分かりやすいというか、そういったお芝居を入れたり、ダンスに関してもあまり難しくなくですね、そのストレートにこう感じていただけるようなプログラムを組んでおります。また自主企画だけでなく、歌手劇場としても人気を集めており、吉祥寺駅の近くという立地や多様な演出に応えられる舞台構造などが高く評価され、利用申し込みが殺到するなど、開館から数年ですでに演劇やダンスの業界でその存在が根付きつつあります。こうした観客を魅了する質の高いステージを提供する一方で、もう一つ吉祥寺シアターが力を入れているのが、市民参加型の芸術ワークショップです。とある休日の昼下がり、たくさんの親子連れが吉祥寺シアターへ集まってきます。この日は本物の舞台で、体や声を使って自由に表現を楽しんでみようという親子向けのワークショップが行われました。全国各地の多様な表現活動のワークショップで活躍している
永山康久さんの指導のもと、参加者はいくつかの決められたセリフだけを使って簡単な芝居にチャレンジします。伸びていきます。続けて続けてずっと続けて。落ちたの？あ、なるほどね。単純な言葉だけであっても話す表情や身振り手振りによって伝えられる感情が異なります。どうしたの？演劇というとセリフの暗記からといったイメージが先行しがちですが、このワークショップでは日常生活でのちょっとした仕草が演劇での表現につながっている、保護者面談なのか、そんなことを感じさせてくれます。わからないですね。女性や女の子の参加が多い中、お父さんと息子さんのペアで頑張るこちらの松井さん親子、どちらかというと内気な息子に人前に立つ経験をさせたいと参加したそうですが、いざ蓋を開けてみると息子さんの活発さにお父さんはびっくり。我が子の意外な一面を発見できたようです。こんにちは。ちょっと最初は緊張したけど楽しかったです。寝転がってなんかこう体を動かしたりするのが楽しかったです。初対面の方と話をしたり簡単な頃ではありますけど打ち合わせをしたりするのが、もう少し苦手な子かなって勝手に親としては思っていたんですけども、案外そうではないというふうに思いましたので、私自身ちょっと引っ込み思案なところがあるんですけども、息子はそうでもないなと思って親としてちょっと勝手に希望というか、あ、まんざらでもないなというふうに思いました。本当にさまざまな発見があった2日間でした。体を使って演劇やダンスを体験することで今までにない新たな感動や発見を得てほしい、そんな考えから吉祥寺シアターではこの他にもさまざまなワークショップが企画されています。このように武蔵野市では吉祥寺シアターを含め市内に設けられた7つの文化施設で年間を通じて100本以上の自主事業を行っています。そんな文化施設の運営管理から自主事業の企画までを一手に担っているのが昭和59年に設立された財団法人武蔵野文化事業団。独自の視点で企画されている催しは美術展や音楽コンサート、伝統文化のステージなど多岐のジャンルにわたっています。まずは武蔵野市民文化会館を中心に開かれている世界の一流オーケストラを独自に招いてのクラシックやオペラなどの音楽コンサート、同じく文化会館では全国の市民楽団の中でもハイレベルとの呼び声も高い武蔵野市民交響楽団や合唱団が活動を行っており、定期演奏会も行われています。また文化会館のショーホールにはパイプオルガンが設置されており、世界のトップオルガニストが出場する国際オルガンコンクールも4年に一度開かれています。そして音楽のもう一つの柱となっているのがスイングホールを中心に展開されているジャズ。こちらも海外のトップミュージシャンを招き、ジャズの街武蔵野にふさわしいライブが開かれています。また武蔵野芸能劇場を拠点に活動を行い、東京都の無形文化財に指定されている糸あやつり人形劇団結城座の公演や多彩な落語家による寄席など、日本の伝統芸能の公演も盛りだくさん。茶室小乱では茶会をはじめ生活のヒントを紹介する講演会も定期的に開催されています。さらに吉祥寺美術館では
世界的な作家である銅版画家の浜口洋蔵氏と木版画家の萩原秀夫氏の作品が市の所蔵作品として常設展示されているとともに、日本画、油彩画、写真などバラエティに富んだ芸術作品を紹介する企画展示も年間を通じて行われています。このように多彩なプログラムが企画されている武蔵野市の文化事業、生活に直結する基本的な行政サービスだけでなく、さらにきめ細かなサービスをと全国の自治体でも文化事業の取り組みが行われていますが、その中でもかなり積極的といえる武蔵野市の取り組み、この背景にはどのような狙いがあるのでしょうか。各自治体基本的には同じですが、やはり、市民にですね、日常生活、そしてまた人間性、まあ、こういう面にですね、豊かになっていただきたいと、まあ、そういうことで、この文化事業もその一つの手段として、まあ、あるわけですね。まあ、他の自治体にできないような、直接ですね、ヨーロッパロシアの方から、音楽家をですね、直接連れてきて、そして、この武蔵野のホールで、事業を講演をしていただくと、まあ、このようなこともやっております。したがって1000円1500円2000円という内容が良くて、そして安いチケットでの実習事業を提供できると、まあ、これらが武蔵野市の誇れるとこかなと、そのように思っております。ダイナミックな音楽にドキドキしたり、美しいアートに心癒されたり、舞台のワンシーンに涙したり、芸術から得られる感動は私たちの生活をより豊かなものとしてくれるに違いありません。武蔵野市では多くの芸術と出会ってもらうことで、さらに充実した人生を市民の皆さんに送っていただきたい。そうすることでやがては武蔵野市の発展にもつながっていくのではと考えています。身近な場所で、しかも低価格で質の高い芸術を市民に提供し続けている武蔵野市の文化事業、今日もどこかで芸術を称える人々の歓声が聞こえてきます。